これで受けす。土星の衛星ビオンへの公点軌道上のトロヤ衛星の一つラグランジュポイント。トロヤ衛星は L4 または l 5の位置にあるトロヤ衛星はある惑星を回る衛星群のうち惑星と大きな衛星とが作るラグランジュ点の L4 または l 5の位置を占める衛星。トロヤ衛星は大きな衛星が惑星の周りを交点する。 軌道上にあり、中央の惑星から見て、大きな衛星から60度先行した位置と60度追従する位置にある。トロヤという名称は、トロヤ群という小惑星の集団の中からの類推により付けられたものである。現在、太陽系内では4つのトロヤ衛星が知られており、すべて土星の周囲を回っている。テレストとかリプソは土星の5番目に大きな衛星。 テティスと同一軌道上にあり、ヘレネとポリデウケスは、土星の4番目に、大きな衛星、ディオネと軌道を共にする。これらの衛星は、ラグランジュ点の周りを方位角方向に動き回る。ポリュデウケスが、最もズレが大きく、土星ディオネ系の L5 から、最大で32度離れる。テティスやディオネは、ラグランジュ点に引き連れている衛星たちよりも、ずっと質量が大きく。 土星はこの二つの衛星よりもさらにずっと大きい。このために、これら全体の系は安定になっている。地球月系においてもトロや衛星に対する探索が行われてきたが、若干のゴミがあると推定されるものの、衛星と呼べるものは発見されていない。ありがとうございます。